久しぶりです。なんか見えてる、これ見えてないか。こんにちは、尾上です。よろしくお願いします。今日はですね、とっても充実した一日だったんですけど、めっちゃ疲れちゃった。もう今日一日いろいろ動き回って、ということで皆さん、まずはですね、昨日大輔さんのお誕生日お祝いをしたかったのに、私が顔を出してないという本当に申し訳ございませんでした。なのでまずは大輔さんにおめでとうっていうことを言いたいんだけれど、じゃーん、はぁハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーっていうね、サングラスなんですけど、こんなサングラスをかけちゃうと尾上瑞稀の唯一のチャームポイント、クリキリキリキリクリクリお目目が見えなくなるのでかけませんうざいね、ごめんごめん、すいません。てかさっきからこのさ、下のヒートテックがチラ見えしてるけん、ちょっとごめんね。あ、確かにカチューシャ、愛としさん、ありがとう。こうすればいいんじゃん、このなんかパリピみたいなことすればいいんじゃない。ほら皆さん、今日ちょっと遅くなってごめんなさいなんですけど、もしかしてあれ、ゴールデンウィークで明日休みの方が多いのかな。それやったらちょっと付き合ってください、夜更かし配信に。私の頭がちっちゃすぎるのかな、おっちゃげてくるっちゃけど、あ、おっちゃげてくるっていうのは落ちてくるっていう意味なんですけど、長崎弁です。誰、私の可愛い繋いでるの高いお洋服にキクラゲって言ってるのは高いお洋服ではないです、高くはないけど、おみちゃん的にはちょっと高め、ちょっとね、 GU とかじゃないけん、スナイデルやけん、もう誰でキクラゲとか言った人許さんけんね。キクラゲおいちっていう流行ったよね、なんそれ、もう懐かしい。ヒートテック来てます、今日もお誕生日おめでとう。ではこれは、それこれはね、まあトップスにしては高かった気がする。何万やった、2、3万ぐらいやった気がする。これどんな、どんくらいやったか忘れちゃったけどあ、でもなんか一式で買ったから高く感じただけかも、もしかしたら。そんなしてないかも、セットで買ったさ。でも可愛いでしょ、めちゃくちゃ可愛い。こんなさ、ザ・スナイデルって感じじゃない、可愛いでしょ、めっちゃ。誰ですか、キクラゲとか言った人許さんよ、本当。そんなことどうでもいいんですよね、どうでもよくて。電波悪い、大丈夫ですか、ちょっと待って、もうちょっとこっちがいいか、電波悪かったらごめんなさい。かわいい、ありがとう。ではハッピーバースデーの歌を歌いたいと思います。これもつけちゃおうかな、ちょっとかわいい方がよくない、あ、見えんのかーい見えんのかーい、見えない、あまりお耳は見えないみたいなんで撮ります撮ります。投げ捨てました、今。投げ捨てましたよ、はい、ネズミのキャラクターは投げ捨てました。じゃあ歌いたいと思います、せーの、さん、はい、ハッピーバースデートゥーユー、なんかこの歌違うぞ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア大輔さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとうございます。いつもたくさんありがとうございます、本当にいろいろありがとうございます。
たくさん、お水木 FC じゃない、お水木も FC も、引っ張ってくださっていつもありがとうございます。本当にこれからもよろしくお願いします。そして素敵な1年に してくださいっていうか、なりますように、素敵な1年になりますように。誕生日の歌、なんで誕生日の歌って、ハッピーハッピーバースデーですか、バースデー、これからもよろしくって、ありがとうございます。素敵な1年にしてください。びっくりした、びっくりした、全然気づかんかった、タワーだー、ありがとうございます。ん、何このタワー、何このタワー、初め、何これ、なんかキラキラしてるんだけど、キラキラくまった、めっちゃ気遣いやった、全然気づかんかった、ありがとうございます。お誕生日なのにさ、こちらがもらっちゃうっていう、本当にちょっと待ってて、ちょっと待ってたよ、びっくりびっくり、ちょっとちょっと全然準備してなかったよ、片言だよ、ちょっとちょっと隣でおうちんとお母さんもう寝てるよ、あんま大きな声出せないよ、静かにしろよ、はーい、静かにします。びっくりしちゃったよ、どうしよう、待って、ペンがない、ペンがない、ペンペンペン、ペンがない、ペンがない、ちょっとペンがない、ちょっとペンがない、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 どこに来た、あ、ペンあった、ナイス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 、ペンありましたよかった、すいません、うるさくてすいませんでした、キラキラしてる、ありがとうございます、素敵な素敵なタワーを、嬉しい、なんかさ、あの画面がさ、配信画面がすごい今日キラキラしてて、何ですか何なんですか今日は、どれがいい、どの明るさが漏れる、意外とこの薄暗いのも漏れるかもね、タワーです、ありがとうございます。じゃあ今から書いていきたいと思います。初見じゃないようです、あれ初見じゃないですか、こんにちは、尾上です。皆さん今日はですね、私はですね、今日ちょっと寒いですね、そうでもない、今日寒くない、ちょっとなんか気のせい、可愛いね、ありがとうございます。長崎県出身23歳尾上瑞希です、尾上瑞希です、長崎県出身、今日は長崎に帰ってきております。あのね、今日いっぱい話したいことある、まずはですね、皆さんお騒がせしました、気のせい、暑い、めっちゃ寒いんだけど、風邪ひいてんのかな、皆さんお騒がせしました、私は免許証を再発行してきました免許証をなくしたんですよね、ちょっと前に、ついに免許証が復活しました、免許証復活したんですけれども、なんと簡単、あんな簡単に、あんな簡単に免許証って再発行できちゃうんですね、マジでただ写真撮るだけだった、はーいみたいな感じで、なんか全然、免許証ってなんかそんな大事じゃないかなって思っちゃうぐらいマジで一瞬だった。で今日は免許証がなかったんで、そうバスで行って、で1回帰ってきてドライブ行った、せっかく撮ったから、せっかくね撮ったっていうか再発行したんで、久しぶりに
免許も、あなんか車が新しいとか多分中古だと思うんだけど知らんけどなんか実家に新しい車が来てたので、なんかその車でドライブに行ってきました一人で。大村っていうところに行って、大村のお気に入りのチキンを買って食べました。美味しかったです。ドライブ行ったよ。ありがとうカルカンさん、中心さんも。だるまだるまだるま、免許センターがダメ、免許センター、なんか免許センター、うん、なんか警察署みたいなとこでした。こんにちは。いやミニクーパーじゃない、なんかニューエラみたいな名前の車だった。ニューエラ違うか。そう、諫早のお隣です。チキンめっちゃ美味しかった。タグ付けしてたんだけど、あのお店をね、そしたら DM くださって、店員さんがすごい可愛いなと思ったらモデルさんだったんですねみたいなDM くださっててめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございますDM そういただいててすごいほっこりしました。なんかサービスしていただいて、何やったっけ、なんかね、新作のなんかやつがあるからぜひ食べてみてくださいって言われて、そう食べた、めっちゃ美味しかった、本当に大好き、よく行ってるんだけど、もう美味しかったです。そう、それで今日本当にいっぱいいろんなことがあったんで、いっぱい話させてください。あのね、でまずはそう行くやんか、で免許証取って、免許証再発行して、でドライブ行って、なんかふと、ま、なんかおばあちゃんに最近会ってないなと思って、おばあちゃんも天使だよこんにちは、カルカ様ありがとうだるま。そう、それでなんかおばあちゃんが、あ、おばあちゃんに会いに行ったの、突然おばあちゃんに会いに行ったんですね、なんかノリでそしたらなんか引っ越ししてたから、おばあちゃんがなんかお家があやふやだったんだけど、とりあえずたどり着いて行ったら、おばあちゃんなんか人おらなそうやなと思って行ったら、なんか開けた瞬間めっちゃ喜んでて、おばあちゃん開けた瞬間はー水木さんって言って、うちのおばあちゃんじゃちょっと変人なんで私のことをさん付けで呼ぶんですけど、水木さんって言われて、あれおじいちゃんはって言ったら、なんかじいじは入院してるって言われて、入院ってなって、まあ、ちょっと今尾上家はざわついてるんですけど、いろいろそうなの、まあ、でおじいちゃんももう85歳とかなんで、まあね、そんな元気はつらつはしてないのよ、だけん、まあ、ちょっとね脳梗塞とかにも最近なったんで、最近じゃないんですけど3年4年5年6年前ぐらいになって、一回脳梗塞になって以来ちょっとやっぱり何やろ、衰えてきちゃってるの、おじいちゃんが。それでついになんか今入院してるっていう話で、ちょっと知らんくて、私も知らんくて、で来週お見舞いに行くんだけど、そう、見舞いに来週行こうかなって、みんなでスケジュール合わせていきます。おばあちゃんは80歳です。でおじいちゃんが85歳、で84つったっけ、85つったっけ、でそうめっちゃ喜んでて、おばあちゃんがもうめちゃくちゃ嬉しいって言って、もう泣きそうって言って、ばあちゃんは泣きそうよ、水木さんが来てくれてって言って喜んでくれてたんだけど、おじいちゃんがいなくてすごい寂しそうで、おばあちゃんがね、まあそりゃそうですよ、すごい寂しそうで、まあおじいちゃんもちょっとね、あんまりこうあれが良くなくて、そうそう、結構あんまりこう良くなくてね、そう、あんまりね、だからすごいね食欲がないって言って、ご飯作って、今から家族の分ご飯作りに行く、作ってるけん、
持ってこようかって言ったんですよ。まあ家から 2,30 分なんで全然、車の免許もね、あのちゃんと再発行したから車も動かせるし、ご飯持ってくるけんちゃんと食べんとよって言ったけど、いらんって言われて、いらんって言われて、そう、まあおばあちゃん寂しがっとったし、ショックちょっとなんかしょげてたから、よかったと思って、ちょうど行って、でおばあちゃんと仲良く話して、あのおばあちゃんは帰ってきなさいってずっと言ってました。もう水木さん帰ってきなさいで、なんかすごい、あのすごいね、いいベッドがあったの。おばあちゃん家って無駄に広くて何部屋もあるのよ。でおばあちゃんに、ね、このベッド誰のベッドって、すごい綺麗やねって言ったらびっくりしちゃうよ。水木さんがいつでも帰ってこれるようにベッドあるんですみたいな、ええって言ったな、何それみたいな。おばあちゃんはあの結構真剣にそういうこと言うの、意味わかんないでしょ。そう、水木さんがいつでもあの一緒に住もうってすごいうるさくて一緒に住もうってダメよ、私東京やけんと言うんだけど、水木さんがいつでも一緒に住めるようにベッド準備してるんだって言われてびっくりしたおもろすぎ、ちょっとあの変なおばあちゃんです。で一緒にあのなんかお茶して帰ってきました。そしたらあの次は近所のおばちゃんとか、まあ、ちっちゃい時から隣の家だから、隣の家のおばちゃんにとたまたま会って、あのあ違う、たまたま会ってっていうか、車ね、あのライトつけっぱなしやったじゃん。そしたら隣のおばちゃんがピンポーンって、みーちゃん電気つけっぱなしだよって言ってくれて、あらーありがとうって言って、おばちゃんと外で普通に話しよって、そしたらなんか話盛り上がってきたけん、おばちゃん家上がった隣のおばちゃん家にあのお茶しに行った。おうちんとおかんとりゅうさんはまだ帰ってこんけん、ちょっとお茶 しようかなって言って二人でお話ししてたの、おばちゃんと。そしたらさ、私今日さ夜ご飯りゅうさんがオムライス食べたいって言われて、エレナに材料まで買いに行ったのに、あのおばちゃんと 2,3 時間も喋ってたからご飯作れずに帰ってきて、家族みんな帰ってきて、私もそれまで喋ってたから、その後みんなで今外食してきました。しかもすき家すき家しか空いてなかったのよ、もうこの時間。そう、それでみんなですき家に行って帰ってきた。なんで遅くなっちゃいました、すいませんでしたすいません、あのすき家に行ってました。みんなですき家食べてきた。でちょうどりゅうさんも帰りが遅くてさ、で近所のおばちゃん、隣のおばちゃんがあの何を話したかっていうと、おばちゃんがね去年かな、世界一周の旅に出てたんですよ、ね、それで世界一周の話をずっとしてた。であのいっぱい写真見せてもらって、あの世界地図見ながら、ここ行って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 帰ってきて日本に帰ってきたんだよっていう話をしちゃって、マジですごいじゃん、ここで何したとつって、ここで何食べたとって、これ何って言っていっぱい写真も見せてもらって超盛り上がりました超盛り上がった。すき家美味しい本当に。そう、めっちゃ家族みんな遅かった今日は。だよね、クレソン、お高さ、これねマジでね何1万ぐらいこれ1万円ぐらいで、あの1万円ぐらいのネックレスを一生つけてます。私3年ぐらいかな、4年ぐらいつけてます。これ20歳の誕生日にもらったの、お母様から。お水木がすき家だって、今日すき家行った、久しぶり食べたの。私はあの明太高菜を食べました、ミニだったけどマジで面白くて話が、ありがとう。でこちらこそコメントありがとうございます。もう本当にあの本当に本当に、おい、あの本当に面白かった話。あのね、カバのね、カバプールっていうところの写真とか見せてもらったっちゃけど、カバプールやばいよマジで、めっちゃカバでひっくり返ってるカバおって、バカやんとか言って二人でブブブブって話してた。おばちゃん何歳ぐらいやろう、65とかのおばちゃんと
2人でだって私もうちっちゃい時からうちの家の隣に家を建てて、おばちゃんが家を建てたんだけど、うちの隣に来たのが私が多分6歳5歳とかの時やったけん、もうちっちゃい時から知ってるおばちゃんなんだけど、で隣で家がね隣だから、お家から学校から帰ってきて鍵忘れた時とか、お家にいさせてもらったりしてた。ちっちゃい時キングとか食べれるわけないやん。え、好きやのったの？ブリントさんも一緒じゃん。え、美味しかったよめっちゃ。あとね、おばちゃん家で、マスカットの紅茶をいただいたんだけど、すっごい美味しかった。そう、私ん家の方がちょっと早く建てたんだけど、お家はけどもうだいぶ前だから、もうほんと十何年のお付き合いです。ん？鍵って鍵って何で来て、おばあちゃん家が好き、え、違う、好きやじゃない、何言ってんの何言ってんの、鍵は玄関のみたいな。あー、その話、鍵ね。あ、そうそう、鍵はねかけてたよ、ちゃんと、ちっちゃい昔小学生の時。それで世界一周の話をしてたんだけど、本当に面白くて、また話聞きに行くねって言っておばちゃんに言った。すごくない？世界一周なんだよ。マジで面白かった。なんかマサイ族の話とか聞いたんだけど、すっごかったよ。なんか何聞きたい何聞きたい、みんないっぱい話したっちゃけど、なんか何の話やったっけ。みんなに説明するにはもう時間が足りん。とりあえず世界は狭いって言ってた。おばちゃんが一周したけど、なんか3ヶ月半で一周して、なんかさ世界狭いなと思ったって言ってた。すごくない？すごいよね。私も言ってみたいって言って。あと私はおばちゃんにアフリカの話しか聞いてない。いろいろアメリカの話とかもしてくれたけど、私は野生の動物しか興味がなくて、もうずっと野生の動物の話聞いてた。すごかったよマジで。ゾウがね10頭ぐらいこうドーって横断していくの、車の前を。それとか30匹のキリンと200頭ぐらいのヌーの群れマジですごかった。もう写真見れば見るほど、え、これやばくないって言って、すごいすごいって、これライオンなわけとねって言って、すごいさ、百獣のライオンでしょ、王でしょ、なのにライオンももうとてもって寝てたの、全然かっこよくないじゃんって言って、もうライオンのくせにライオンのくせに怠けてたわ岩の上で。でもやっぱかっこよかったなライオンは。でカバは臭かったって言ってたよ、めっちゃ臭いって言って。でも本当にリバプール、あ、カバプール本当にマジで本当私なんか変な感性持ってて、なんかカバが好きなんでしょ。カバプール見てなんかすっごいカバプールがもうなんだろう、もうテンション上がっちゃって、私カバプール見てなんかね、ちょっとキモカワみたいな、ちょっと気持ち悪いんだけど、なんか可愛いんだよなカバって、なんかデローンみたいな、デローンってした感じがすごい可愛い。それでそうなんですけど、世界丸いって言ってたよ。丸いってミステリーハンター、なんそれ、なんなの。そうライオンキング思い、そうライオン、しかもねマサイ族さんかな、アフリカの民族の人たちはみんなハクナマタタ、ハクナマタタっていうとずっと永遠に歌ってて、その動画をずっと見てました。ずっと見てたとか、いろんな動画見せてもらったっちゃけど、本当にもう陽気で、アフリカ人みんな、アフリカ人陽気、マジで陽気、陰キャとかおらんじゃないかな、もう本当陽気の集まりだった、ハクナマタタ。でね、これは何日で、これは何日で、これは何とかの
町で、ここはなんとかの町、全然別人だし、全然別の町でずっとこうやって「桜はただ桜はただ」ほんとにずっとこんな感じだったので「え楽しそう」って言って、あのおばちゃんのことは「なんとかさん」って言って、名字「なんとかさん」って言ってんだけど、ね「なんとかさんも一緒に踊ったん?」って言って「えそうだよ」って「ちょっと踊ったんだよ」って言って「えいいな、私も一緒に踊りたかった」って言って、あの本当に楽しそうだったマジで楽しそうだった。こんばんは。いつもマジでなんか本当にハクナハクナマタタ、ずっとこうやって歌ってんの、超楽しそうだった。あ、そうなの、オルンガさんちゃんとなんだ、聞いてみたい、楽しそう。なになに、今日のことだけ考えて生きてるから明るい。え、あ、そうなんだ、あれこれこれ、あ、え、そうなの。あ、でも確かに、なんか確かに私が思ってるアフリカとはちょっと違って、もう全然はなんか栄えてた、栄えてたっていうのかな、そう栄えてました。え、行くの群馬、応援よろしくお願いします、頼みましたよ私はちょっとゴールデンウィークに長崎にいますんで、トラスタに行こうかと思っております。でも行ってくる、一緒に行ってくれる人がおらん、なんか今んとこまだおらんくて、しょげてる。あ、フォローありがとうございます、尾上です。皆さんフォローよろしくお願いします。もうちょっとで1000人なんで、よかったら皆さんフォローしてってください。行きま、一緒に行きます。え、ほん、え、長崎にも来るんですか。ボディーガード必須よな、え、私の誰も私のことなんか見てない、トラスタで唯一見てくれるのはあの中学生で、あのケバっていうあれ思ったよりケバいなとか言われちゃった。え、素敵な、あ、いいですよ、4月30日ですね。めっちゃ怒っとく、怒る準備しとくわ絶対言ってね、30日、僕誕生日です、怒ってくださいって言ってね。日本の反対側の南米も行きました。あ、南米も行ったって言ってた、南米も行ったし、南米はでもあんま行ってないって言ってた、上の方、南米って言っても上の方って言ってた。でそのまま上、アメリカ、カナダ上行って、あのヨーロッパの方に行ってって言ってたね。でハワイとか、最初ハワイに行ったって言ってたかな。めっちゃ楽しかった、話聞いてて。南極、南極は何、南極っていうと何やろ、南極行ってないっちゃない、ね、めっちゃ楽しくて、その話が普通に2時間ぐらい、あのアルフォード食べながら、アルフォードとお紅茶を飲みながらずっと世界の話をしてた、超楽しかったんだけど、また話聞きに行きたいな。なんかあのめっちゃ動物がいた、あ、オーロラも見たって言ってた、すごいよね。私も世界一周できるような、できるようになりたい。ん?コロンビア、あ、コロンビアも行ったって言ってたような、言ってなかったような、世界一周できてどんなに、あ、確かに。でもね、なんか暑いのと寒いのとあるけん大変って言ってたよ。え、俺だけ大逆激怒して泣く、え、海関がでしょ分かった、いいよ。あ、海関よし80人ありがとう、ニナシャンさん、ダニさんもありがとう、だるま、まあすごい楽しかったですよ。おばあちゃんとの話も楽しかったし、近所のおばちゃんの話も楽しかったし、一人でドライブで2時間ぐらい車運転したのも楽しかった、今日すっごい楽しかった。で、明日はあのおーちんがあの葬式じゃなくて四十九日みたいな感じなんで、おーちんが行かなくちゃいけないんで、私は朝早くからあの送迎係なんですね、送迎係で、リュウさんは明日お友達と遊ぶから車運転できないでしょ、できないでしょ、だから私が送迎係なんです、送迎係だから早起きしないといけない、
おしゃべり大会だったり、そうだよ、もうずっと喋ってた、なってくなってないドライバーなんです。喪服じゃない、私は明日行かないんだけど、明日は行かないんだけど、なんか家族は行かないといけないみたい。違う違う、親戚のおじいちゃんなんですけど、明日は私が送迎係だから早起きしないといけない。そう、あんまり夜更かしできんのよね今日は。ちなみに忙しいんだ明日も、忙しいの。いや楽しかったな今日、楽しかったな今日。カブトムシおじさん、あ違うよ、それは私も絶対行かんといけんやろ、そういう場合は。今日めっちゃ楽しかった。明日は何しようかな。リュウさんは友達と遊び行くって言ってたし、初見じゃない。3ヶ月半だったよ、おばちゃんは。3ヶ月半で世界一周してた。で、3ヶ月半家開けるけん、なんかあったらよろしくお願いしますって言ってきたのが8月ぐらいで、もうびっくりだよ。どこ行くとって言ったら、世界一周。世界一周ってなった。しかもさ、なんかさ、世界一周のそのお船の予約は2年前からしてたって言ってた。すごい、2年前だって。3ヶ月半とか言ってたよ。え、旅費とかは引いちゃった、私ズキズキとズカズカと。え、どんくらいかかるとって言って、養子縁よ、秘密。それは秘密けど、思ったより安かった。あ、意外とそれぐらいで生きるんだって言って、お船で行ったって言ってたから。そう、まあ、まあまあ高いよそりゃ、けどなんか意外と生きるんだそれぐらいでって思って、すごくない？お船で行くの、途中飛行機にも乗ったって言ってた。エジプトの写真がすごかったな。あれわけないじゃないですか。私あんま怒んないよ人に。怒るとかさ、体力使うから嫌だ怒るぐらいならもう黙り込んで喋らんがましと思っちゃうすごい、すごい、そんなんできる、手動きはねそんな怖すぎやろ。だってイルカとかさ、クジラとかいるって言ってたから。お部屋のクラスによってめちゃくちゃ違いそうに、あ、そういうことか。そうで、なんかでもなんか思ったよりそのお船の旅費代みたいなのはそんなかかんないんだけど、それプラス別でチップとかなんかオプション、飛行機途中のとかホテル、一回船降りてからのホテルとかもあって、それプラス何百万やけん、トータルで言ったら、まあ、高いですけど、でも世界一周っていう人生で一度やってみたいですよね、まあ、でもそんだけお金あったら車買えちゃうもんな、新車っていう。難しい経験としては、でもいい経験ですよね、やってみたい私も。アレミツさんありがとう、こんにちは。え、サメとか怖いよね。え、まあでもそんなもんですよ、トータルで言うとそれぐらいやった気がする。そんなもんかな多分。ちら、まあ家で行ってみたい、すごい一周。まあ私はそんな世界一周なんてできるあれないんで、おばちゃんの話を聞いて満足します
今日うちのおばあちゃんね、変なこと言ってた。なんかもう80歳なのに、水木さん、おばあちゃんね、すっごい字が汚いじゃんって言ってきて、え？何の話？と思ったら、ねえおばあちゃんさ、めっちゃ字が汚いんだとか言ってきて、なんで？って言って毎日、字の練習をしてるんだけど、水木さんみたいに上手に書けないって言われて、水木さんちょっとお手本書いてみんって言われて書いたんだけど、字をね、私24歳が80歳に字を指導するっていう、マジで汚い、おばあちゃんの字マジ汚すぎた、びっくりした。練習したのって言って、これこれ練習してこれなのっていうぐらい汚いの。それは練習した方がいいけど、もういいんじゃないみたいな、もう80歳ならいいじゃん字今更って思っちゃうけど、まあでも綺麗になりたいらしくて、なんか筆圧、なんかどんくらいの筆圧がいいんだろうみたいな、すごいコツを聞いてくるんですよ。でお母さん、おばあちゃんのおかんね、あ、おばあちゃんの娘、私のお母さん、お母さんもすごい字が綺麗なのに、なんでおばあちゃんこんな字汚いんだろうって言って、かわいい、マジでかわいい。でもちょっとずつ上手になってた、マジで上手になってました。けどまあ、あの不器用なんですね、うちのおばあちゃん、とっても手が震えるから、全然そういう問題じゃない、もうピンピンしてる、80歳で。うるさいし、あの超パワフルっていうか、元気、めっちゃ元気だけど、なんか不器用なの。お料理とかもあんまり上手じゃなくて、てかその、ね、本当嬉しい。うちのおばあちゃんはお料理とかもちょっと下手っぴなので、字もちょっと下手っぴなの。なんか不器用な方なんですよ。ただ面白いなんか面白いんだよな、うちのおばあちゃん。なんかね、散々ね、しょうもない話をねした後に、最後にで話は終了とか言ってくるの。落ちないんかいってめっちゃ言った。図工って言ってるよ毎回おばあちゃんに。おばあちゃん私の図工待ちなんかなっていうぐらいしょうもない話してくる。なんか今日はなんか隣のお家にワンちゃんがいて、ワンちゃんがあのいっぱい吠えるんとよみたいな言ってきて、めっちゃワンちゃんが吠えて、なんか隣のなんとかさんが、高橋さんが、隣の高橋さんにワンワン吠えるけん、俺がなんかしたかって高橋さんが言ったよって、おばあちゃんもそんな吠えねえ、いいやんねって高橋さんには言ったけど、その後にワンちゃんに、高橋さんもそんな言わんでいいとにねってワンちゃんにも言ったよで、これで話終わりとか言ってくるのいや何の話やった今のみたいな、ズコーって言って、おばあちゃんも自分で分かってんの、オチもないし、終わり方が下手すぎる話の終わり方が下手すぎるの。なんかマジで続きがありそうな感じで終わってくるんですよ。なんだったんだよ、おしまい話とか言われるのいやそれはさ、あのおばあちゃんも狙っとるやろって言って、それも図工狙い待ち、うん、図工待ちやろみたいな、これで何なんがあって、あ、話おしまいみたいな言ってくんのいやその後ありそうやんみたいな、その言い方みたいな、おばあちゃんなの、ちょっと変なんですでも、もしかしたらそういうもう全部計算なんかな。なんか一瞬もあってめちゃくちゃ面白い。だって私が家おばあちゃんガラガラと開けた瞬間、はあ水木さんっていうの、おもろすぎ、おもろすぎる、そのリアクションどこで学んだみたいな。80歳がはあ水木さんっていうの、会いたかったってこんな感じなの、うちのおばあちゃんマジで変、超変てこに。でそのなん
か DNA をうちのおかんが継いでるから、うちのおかんもなんかキャピキャピした性格なんですよ。でそれを継いだ私もちょっとキャピキャピしてるから、なんかおばあちゃんがてっぺんにいる感じ。この、まあ、天真爛漫とか言われますけど、よく私もお母さんもなんかその天真爛漫の頂点みたいなのがおばあちゃんなの。うちは本当なんかスキップし出しそうな感じだった。80歳がそれぐらい本当になんか、まあ、可愛いおばあちゃんです。そうご飯も下手、ちょっとご飯も下手なんだけどお料理もでちっちゃい時におばあちゃん家で泊まったことがないのよね。一回も泊まったことないし、ご飯とかもおばあちゃんの手作りあんま食べたことないんだけど、そうでもおばあちゃんがたまに作ってくれるご飯がなんかちょっと不格好で可愛いの。でも一生懸命作ったご飯なんだろうなと思ったら、もうなんか可愛くてたまんなくなるでもうちのおかん厳しいから、おばあちゃんにもうほんと料理下手やねみたいな言うの。かわいそうやけ言わんであげてって言っちゃうのよ、うちのおかん。もう親子だからね。そう親子だからあれなんだけど、めちゃくちゃ文句言ってる面白い。それでは聞いてください。好き好き好きプ好き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 プですよ。そうだよ、うちのおばあちゃん変でしょ。泊まったこと一回もないのにベッドを準備してるのおもろすぎる。ほんと変すぎ。うい、ん、ちゃんも好き。え、そうよ、もうそんなもんよきっとね。あ、味良くないです味はそんなに良くないかも見た目も味もちょっとなんて感じやけど、なんで泊まるのおばあちゃんかわいそう。え、なんやろう、なんでやろう、なんでやろう、なんでやろうね。なんで泊まらんちゃろ、わからん、なんでやろうな。そこはちょっと七不思議一回も泊まったこと、泊まってあげて。え、なんで泊まって、なんか泊まったことないから、ちっちゃい時からなんかその泊まるっていう感覚がないな、おばあちゃん家に。ちょっと私も潔癖でも あるっちゃあるけど、だそもそもなんかおばあちゃん6時とかに寝るのね、夜のね7時とか6めっちゃ教えてください。なんか6時とかには寝るから、泊まりはちょっとね、うん、意外と なんやろ、なんか生活リズム的にちょっと泊まりはしないかなって感じ。夕方に帰るって感じ。朝行って夕方に帰る。家から近いからとか、あんま近いっちゃ近い。早寝すぎだよね。で朝も早いから、まあ、私はちょっとね、私の生活リズムはちょっとねひどいから、6時寝てまあまあ寝そうね。23時くらいに起きてこうは、起きてこうは、そんな朝の11時に起きてくる木津川さん、はたりがとう。もう Wi-Fi もないし、そう、まあ、1日はおらんでいいかなって感じ。昼間一緒に楽しんで、8時から寝て2時起き。まあそうやね、確かにマジで早いよ、寝るのマジで早いそう、おばあちゃんは変な人なんだけど可愛いですね。見ててすごい可愛いなって思う。キャピキャピしてる、80歳なのにキャピキャピしてんだよね。電波ないな、ちょっとねむずいよねっていう話です。おばあちゃんは可愛いですとりあえず。でもなんか一生死ななそうおばあちゃんにも言った。おばあちゃんってさ一生死ななそうじゃないって言って、超元気、ハツラツしてた。オチじゃない、これはオチの話じゃないよ。でもおばあちゃんはオチがありそうな雰囲気で
終わるんだよね話。絶対あれふざけてるわ。だっておばあちゃんさ多分めっちゃおもろいのよ本当は。あれ全部計算でおもろいのかなっていうぐらいマジでマジおもろい。さくちゃんありがとう。だるまさん、おみちゃん超かわいい。かわいいねおばあちゃん。でもよく喧嘩してる。おばあちゃんとお母さん喧嘩してるからね。喧嘩やめなさいって私がいつも言ってるの。あっという間に終わっちゃった。確かにうちのお母ほんと忙しい。喧嘩してばっかり。おばあちゃんと一緒に配信行きは、まあ Wi-Fi ないからな。おばあちゃんち、おばあちゃんねうちにも来たことないんだよね。帰省中です。さっきのスペル確認。え、違うよ。では行きます。大好きさん、うちも行こう。それでは失礼しました。失礼しました。それでは大好きさんのお礼ボードこちらです。じゃーん。大好きさんハッピーバースデー。いつもありがとうございます。素敵な一年になりますよに。うんに。本当は昨日だったんでお誕生日は、昨日にしました。せっかくなので変でしょ、これで今日の誕生日だったら。ああ今日の誕生日、今日の日付だったらちょっと変なんで、今日の昨日の誕生日にしてみました。いつもありがとう。可愛く撮ってくださいに。ごめんごめん。可愛い。ああ足のしびれてきた。足のしびれてきた。じゃーん。ハッピーハッピーバースデー。え、もう2日前だって。そりゃ失礼しました。本当大輔さんにはたくさんお世話になってますので、いっぱい撮ってください。可愛いですか。リュウさんがもうめっちゃ褒めてくれるの髪を。マジでみーちゃん髪切ってよかった。マジで可愛い。珍しいよリュウさんが可愛いって言ってくれるの。リュウさんっていうのは双子の相方なんですけど、相方がなんか知らんけど、なんか知らんけどめっちゃ褒めてくれる。みーちゃん髪めっちゃ可愛いって、マジで切ってよかったよ正解とか言って、なんで切ったマジで正解やんとか言って可愛いと褒めてくれます。ハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデートゥーユー。ダダダダダン。ありがとう。こ
ちらこそありがとう、ありがとう大好きさん。もうここに飾っとこうか。無理か、さすがに無理か。ありがとうございます、タワーもありがとうございます。本当にタワーもありがとう。可愛いですよいつも。ありがとう。ん、足掛け、足掛け誰もやらないで。確かに3日間もうそういう考え方素敵ですねありがとうございます賛成って。双子なんですよ。そうね、リュウさんショートが好き。でも着るときは、あ、リュウさんね言ったの、ショートとロングどっちが好き。あ、俺ね昔ショートが好きだったけど今ロングが好きなんだよって言われて、みーちゃん着ろうかなと思ってるっちゃけどどうかなって言ったら、俺はロングの方が好きやけどね。まあ俺はロングの方が好きめっちゃ言ってたの。最近俺ロングが好きやもんな、俺はロングが好きやけど着てもいいんじゃないとか言ってたの。イメチェンいいじゃんとか言ってきて、俺の個人的な好みはロングやけどね、あんな散々言ってたのに、ショートで帰ってきたらめっちゃいいやんみーちゃんって、可愛くなったねみーちゃんとか言われて、偉そうに何可愛くなったってとか思ったけど、嬉しかった。おばあちゃんの TikTok いいよ、おいらの可愛いは響か、いや響いとるわ。リュウさんの可愛いはでも結構珍しいですからね。こんばんは、ロングのバタジョンの時。あ、そうなんだ、へえ。黒髪ロングが好きだから、どうやろう、ロングが好きって言ってたね最近。で、あとおかんからも、みーちゃんそんなショート似合うとは思わんかったって言って、思った以上に短いの似合うね、早く着ればよかったねとか言われたみーちゃんロングしか似合わんと思っとったって言って、まあそうだよね、私ずっとロングやったけんねって言って、私も思ったより似合ってて嬉しいって言って話した。なんかもっと似合わんと思っとった、いいけどなんか思ったより似合ってないショートなんかずっとショートだったぐらい似合っとる気する。ほんと美容師さんありがとうございますです。リュウさんが上がってきた2階に、あ、足が見えてる、おみちゃんの膝小僧が。やめて、おやすみりゅうさん。コンコンしてる、配信してるよ。じゃあおやすみのコンコンして4回。え、ちっちゃいわ、もうちょっと叩かんと聞こえんよ。なんで、おやすみ、おやすみりゅうさん、寝ましたおやすみのコンコンをくれました今日はね、ゴールデンウィークに入るんで、リュウさんはちょっと残業だったのかな確か、なんで会議が遅くて疲れ果てて帰ってきてたけど、みーちゃん10連休って言ってた可愛いねって動画撮った、さっき10連休の前夜祭ですとか言って2人で動画撮りました仲いいんですよ。おやすみのコンコン、そうおやすみだよ。未来予想ってなあれか、愛してるの、あれ可愛いでしょ。うちの相方は24歳でまだなんか少年みたいな可愛さがありますよお仕事もね、なんか最近頑張ってるみたいよ最近って言うとあれかな、息多くて痩せて、いいないいな。10連休一番多い人で10連休になるのかな、その暦的な感じで言うと10は取れるみたいやね。私ね今度ねユニバ行くの、3連休はーい、あ、3連休いいじゃない、いいじゃないか、水木もいっぱい休み、休みじゃない、途中からオーディション始まるけ、突然入
配信ばっかりになる可能性ある。3の何がいいのか、いやいやいいじゃないの、だっていつも2連休でしょ。でちょっと頑張ればまた連休が来るんだよ。嬉しいじゃん、嬉しいじゃん、楽しみじゃん。で私は明日何をしようか、お母さんのお手伝いをしようか、まず送迎するでしょ、送り迎えして、明日何しよう、明日なんか予定あるっけ。私今んとこなんもないな。何しようか、やることいっぱいやけど、あ、サッカーしたい普通に。そうね、社会復帰大変になりそうやね。連休明けた次の金曜日を遊びたい。いいなぁ、ノリでも取りに行くか、ノリでも取りに行こうぜ。取りに行かんし、ノリは別に取りに行かんし、ノリとか。でも最近うちの家族はなんか釣りにハマってて、また釣りブームが来てますよ。なんかタコとかイカとかを釣ってくんですよ、リュウさんが。一回釣れたら、その釣れた感覚が多分ねいいんでしょうね。またハマってる彼は。みーちゃん8時まで一回ちょっと釣りに行ってくるって言って、釣れるまで帰ってきちゃいかんよって言ってるんだけどね、毎回釣らずに帰ってくるんですよ。どうか映画4本あって大変。4本、そんなん見たら内容忘れちゃうじゃん。長崎阪神の旅でな、でも島行きたいんだよね私、五島列島とか。昼間、夜だよ、8時とかに行ってる。いつもイカ釣りは毎回。リュウさんね、ねえねえ、あのね、イカね、隣の人が釣ってた君も釣ってきてくれよって言うんだけど、もういつも隣の人の話ばっかなんだよね。ねえねえみーちゃん、隣の人がね、日が釣ってたよ。そう、釣ってきてよ君もって。英語と言ってみたい。こんばんは。夜に行ってる呼び子、イカはイカが隣の人から言われんかな、イカはイカがって。そしたら食べれるチキン。たまにしか釣ってこんけん。モーチンはね、たまに行くよ釣り、けど基本は相方が行く。相方が一人で、でなんかみーちゃんこのルアーはとか言って、みーちゃん今日はこのルアーが釣れそうじゃないとか言ってくるの。なんそれ、なんそのうなぎみたいなやつとか言ったら、ほらほらとか言ってみーちゃん見てみーとか言われるっちゃけど、いやーちょっとわからんって、それが釣れそうなんかって言って、今日はこれで釣れるぞとか言って手ぶらで帰ってきます手ぶらで、めっちゃ手ぶらで帰ってくる。私が東京にいるときに、なんかすっごい大きなあのタコを釣ってたんだけど、下手なんよ方はもうやめればいいのに釣り下手くそやけ。可愛いでしょ、可愛いんだよ、無邪気なんだよね。なんかいいこと全リリースちなみにリリース何リリースって、ああ話してんの、そんなわけないじゃんそんなわけないよ。あでもね、海がもう近くなんで、すぐそこなんで、釣りはもういつでも行けるし、あのいつでも行けるし、しかも釣れるとこなんで、ただの海じゃないんですよ、魚がいる海なんで。魚がいる海、なんか海って言ってもなんやろ、魚釣りできんとこもあるやんか、あんまおらんとか。普通にちゃんと漁業みたいな感じなんで、漁業、まあ、長崎やけんかな、魚が多いのかな、分からんけど、いっぱい釣れます。アジとかもいっぱい釣れる。あ、アリさんこんにちは。あれ今来たの、東京湾とサバイバル。そうなの、東京湾行ったことないけど。あ、なになに、タコさん、ありがとう。アリさん
とう。タコ。長崎の海は綺麗ですよ。海で行こい。見たことないわけど、え、そうなの？東京湾見たことあるかな。どれが東京湾やろ。あ、で、そうなんだ。釣れるんだ東京湾ってところで。いいよね、釣り楽しいよね。私は人生で何回かしか釣りはしたことないな。あ、ちっちゃい時してたな。最近してない。300匹ってすごさ。300匹も釣れたらさ、どうやって食べようか。おじさん釣り、え、なおじさん釣りって釣った覚えないんですけど、私今コンクリートで固められちゃって釣れなく、え、そうなんで、なんで埋めちゃったの、海を。なんで埋めちゃったんだろう。え、寒いっちゃけど、今日なんでこんな寒い。で、私は何分配信してる、もう1時間経った。明日私早起きやけん、ちょびっとだけ早く寝しなきゃ。いかがのせ、はい、全部唐揚げです。あ、寒いってことね。あー、いいね、アジの唐揚げ、いいじゃないですか。あー、なるほどね、大きな船が。遅くね、配信ごめんよ。だから言ったじゃん、私がおばちゃんとしゃべりすぎて、私が夜ご飯を作ってなかったからこうなっちゃったの。みんなで外食に行く羽目になったんです。すいません、ちょっと楽しくなっちゃって、お話が楽しくてさ、で配信もこうなっちゃった。本当はね、予定ではね、9時には配信したかったんだよ。あとね、エレナでね、お買い物してたらね、中学生の時のお友達にめっちゃ超久しぶりに会って嬉しかった。なんかレジしてたの、そしたらなんか後ろになんか、ん、見たことあるぞこの人って思って、なんとかちゃんやんって言って、そしたらなんとかちゃんも、みーちゃんってなって、みーちゃんだよ、超久しぶりって。めっちゃ仲良かったの、中学生の時で。高校も一緒だったんだけど、高校はね、私が理系であっちが文系だったから、あんまり関わりはなくて、ゴールデンウィーク中にご飯行く約束した。本当にね、もう運動もできて可愛くて勉強もできて素敵なお友達なの。パオパオと嬉しくて嬉しかった。エーナはね、やっぱりね、みんなが行くけんね。みんなそこのスーパー行くけん、みんな会う。タロンさん、ありがとう。タコ、あ、ミネさんはおらんかったよ。ミネさんの説明をざっくり言うと、エレナで喧嘩してるおじちゃんとおばちゃんがいたんですよ。で、喧嘩してるのを聞いてたら、お前がお前がなんとかやけん、なんとかやろっておじさんが言って、おばさんも、私がなんとかないからなんとかやんって言って、めっちゃ喧嘩してて、お前名前は言うてみろっておじさんがおばさんに言ったの。そしたらおばさんが、ミネミネさみたいな言って、そしたらなんかおじさんも、ワイもミネあ、おいもミネって言って、なんかミネとミネが喧嘩してたっていう話です。めっちゃ吹き出しそうになったもん、私後ろで。もう私の目の前でそんな喧嘩やめてくれよって。めっちゃおもろかったよ。で、私笑っちゃったのよ。そしたら友達に怒られた。で、絶対笑っちゃダメって。でも全員これコントかと思ったもん。ドッキリかなんかかなと思うぐらいめっちゃおもろかった。そしたらなんか喧嘩の最後にね、そう、名前は言うてみろ、そしたらなんとかの峰、その地名のね、住んでる地元の、まあなんやろ、まあ、渋谷やったら、渋谷の峰さって、わいは中目黒の峰みたいな感じで、まあ峰同士がねなんか喧嘩してて、え、親戚たいとか言い出して、もうなんこの会話バカおもろいやんめっちゃおもろかった。親戚ね、親戚たいはやばいよ、ほんと。
親戚帯で私は吹き出したもんね。そしたらなんとかおじさん知っとるとか言って、知らんでまたちょっと喧嘩始まって、いつでも喧嘩してやっけんとおじさんが中目黒に来いみたいな、その中目黒は嘘ですよ、長崎のその地名なんだけどそんな喧嘩をしてました。面白かったです。ミネさんは、そのミネさんはいなかった。てかそこのエレナじゃない、私の最寄りエレナは最寄りエレナはそこじゃないの、別のエレナの話なんだけど。あれ雨降ってきたよ長崎。もう寝らんといけん、雨降ってきたけん。じゃあ皆さんランキング読みますよ。いいですか、ダメですか。あ、初見ですって。こんにちは、とんちゃん。とんちゃん、とんちゃん、とんちゃん。全然いいですよ。もう、ミネなんていっぱいいるんで。ミネさんもいっぱいいるでしょ。ダメだって思うとさ、はい、読みます。では、ランキング見ます。第13位、475R さん。ごめんなさい、ランキングが変わりました。変わりまして、トールイモさん、ありがとうございます。第12位、OK ぐるぐるさん、ありがとうございます。第11位、さくちゃんおしりさん、ありがとうございます。第10位、えびさまさん、ありがとうございます。第9位、カルカンさん、ありがとうございます。第8位、エルメンチさん、ありがとうございます。第7位、チューシーさん、ありがとうございます。第6位、いとしさん、ありがとうございます。第5位、ケンタさん、ありがとうございます。第4位、ふみさん、ありがとうございます。第3位ブリントさん、ありがとうございます。第2位オーリーさん、ありがとうございます。そして第1位は本日じゃない、昨日でもなく一昨日お誕生日でした、大好きさんです。ありがとう、タワーもありがとうございます。わっしょい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 、素敵な一年にしてください。ではでは、長崎が大雨になってきたところで本日も終了です。明日も多分配信します。では皆さん、本日もありがとうございました。私は明日早起きなのでもう寝ます。ありがとうございました。で、ショールームのフォローもうちょっとで1000人なんで、よかったら皆さんフォローしていってください。インスタグラム、ツイッター、TikTok もやってます。フォローよろしくお願いします。では。